彼らはその朝壁外調査に出発したばかりだった。見ろ、リヴァイ兵士長だ。一人で一個旅団並みの戦力があるってよ。貴公子なんかいたりしたらもう最高なんだけどな。壁外調査、そして進出のための拠点の設置。それでもなお巨人の領域への派兵には毎回3割を。今に見てろよ、最後に生き残るのは人類だ。リヴァイ兵長が。兵長、増援を集めてきました。俺は左を片付ける。兵長、惜しい。揃いも揃って。兵長、違う。なんだ。俺は人類の役に立てたでしょうか。お前は十分に活躍した。約束しよう、俺は必ず巨人を絶滅させる。ええ、きっと聞こえてましたよ。リヴァイ、退却だ。巨人が町を目指して一斉に北上し始めた。アルミン、聞いたか。殺してやるって言ったんだ。あの剣は俺たちに向けられてるのか。これは何なんだ。訓練兵は装備を万全にして待機だ。何度もみんなの補給の救援を志願したんだけど。あのミカサも。じゃあまさかミカサは負傷でもしたのか。もっとも隠し通せるような話じゃねえ。それまでに人類があればな。しかし俺たちに油断は許されん。どうした。いえ、任務に支障はありません。だが俺たちは当初の訓練通り迎撃のみに専念すればいい。申し訳ありません、無駄話が過ぎました。無事だ。一人は強靭な精神力、そしてもう一人はとても賢い頭を持っている。貴様らの命の所有を問わせてもらう。貴様の正体は何だ。人か、巨人か。質問の意味が分かりません。死らを切る気か。お前が巨人の体内から姿を現す瞬間をな。たとえ貴様らが王より授けられし訓練兵の一部であっても、リスクの早期排除は今我々は人類存亡の危機の現場にいるのだ。分かったか。かといって有益な情報を引き出せそうにもない。私の特技は肉をそぎ落とすことです。隊長、あのミカサ・アッカーマンは
私たち精鋭と共に護衛につきました。こら、一体ミカサ、人と戦ってどうする。これ以外に理由は必要ない。話し合うんだよ。誰にも何も状況がわからない。体がだるくて立てねえし、下手に喋っても殺されそうだ。巨人の体内から俺が出てきた。この服のない部分は腕が生えたってことだぞ。なんで。もう一度問う。貴様の正体は何だ。そうだ、俺は昔からお前らと同じ。仕方ないことだ。エレン、アルミ、上に逃げる。帰ったらずっと秘密にしていた地下室を見せてやろう。お前が地下室に行かなくてはならないこと。いいか、ウォールマリアを奪還して必ず地下室にたどり着くんだ。エレン、いつか地下室に行けば真実がわかる。お前はこの力を支配しなくてはならない。やったか。仲間が食い殺されたのに、俺は悲しみも憎しみも感じなかった。俺たちの仕事ってのは、つまりは巨人に食われるまで戦わされ続けるってことなんだろう。サシャを見ろ、あんな目にあってもなお気高き兵士のままだ。もうダメだ。見なさい。なんだ、なんなんだ。まさか巨人の蒸気。おい、様子を見ろ。近づくのは危険すぎる。各種警戒態勢のまま待機。なんだこりゃ。その後は凄まじい音と衝撃と熱。今はそれだけ理解できればいい。大丈夫かお前ら。ええ、これはまだ様子を伺ってんのか放心してんのか。今のところは駐屯兵団に動きは見られないが、ただ一つだけ思い出した。地下室だ。地下室に行けばおそらく巨人の正体もわかるんだ。人類の希望ってやつじゃないのか。何考えてんだ一体。今は他にすべきことがある。そんなことができるの。どうやって自分の腕を動かしているのか説明できないようにな。さっき巨人どもを蹴散らしたような15メートル級になってやる。顔色もひどいし呼吸も荒い。明らかに体に異常をきたしている。俺はここから単独で動こうと思う。ただし私が従う必要もない。いい加減にしろって言ってんだろうが。隊長、あと少しで榴弾の装填が完了しますが。そんな気配があればミカサが野良猫よりも早く察知しているだろう。どうしてこんな時に思い出す。僕は何度も二人に助けられたけど、僕が二人を助けたこと、どうやって僕も一緒に行くなんてことが言えるんだ。もうこれで考えは二つあるって言っただろう。俺だって今の話が現実性を欠いていることは分かっている。アルミンがもしここで俺は脅威じゃないってことを駐屯兵団に説得できると言うなら、15秒以内に決めてくれ。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの。いろいろあっただろう。俺もミカサも巨人に食われて死んでた。
手に自分は無力で足手まといだと。いつでも撃てます。僕に命を預けると言っている二人は必ず説得してみせる。エレンが巨人になって戦っていた時から。止まれ！私たちには知り得た情報の全てを開示する意思があります。命乞いに貸す耳はない。証拠は必要ありません。そもそも我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。我々がいくら知恵を絞ろうともこの事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。これ以上奴らの好きにさせてはならない。エレン、ミカサ、私はトワリ、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。この町の奪還も不可能ではありません。彼の戦術勝ちを解きます。どう命乞いしようと奴らは反逆者だ。規則に反する者は排除する。ピクシス司令、今着いたところだが状況は早馬で伝わっておる。調査兵団の報告によると巨人は南から現れるとされていた。ドットピクシス、やはり見当たらんか。司令は何を考えておるのだ。司令のお考えは常に常人の理解の外にありますから。そうか。しかし物事の真意を見極める程度のことはできるつもりじゃ。お主は先ほど巨人の力とやらを使えばこの町の奪還も可能だと申した。巨人になったエレンがあの大岩を運んで破壊された扉を塞ぐということでした。助かりたい一心でしたが。助かりたい一心。どうじゃ家が不寧兵よ。お主は穴を塞ぐことができるか。それは自分はここでできるにしろできないにしろ無責任に答えるわけには。穴を塞げるかどうかは分かりません。でもやります。